御在所ロープウェイから届いた標高1212メートルの御在所岳山頂の様子です。今朝6時に今シーズン最も低い気温5度を観測し、山頂付近の木々は紅葉が進んでいるということです。今週は晴れて夜間の冷え込みが予想されるため、今後色づきがより一層深まりそうです。標高差で色づく紅葉のグラデーションを今年も楽しみにしている人も多いかと思います。御在所岳の紅葉はこれからおよそ1ヶ月かけて麓の温泉街まで降りていきます。